皆さんこんにちは。グッドモーニング K-POP のチャンネルです。今日はですね、皆さんにジェニーのソロという歌をご紹介させていただきたいと思います。ジェニーはブラックピンクのメンバーですね。ブラックピンクは今すごく人気を持っているグループなんですけれども、ジェニーはそのブラックピンクのメンバーの中で最初に一人でアルバムを発表しました。最初で一人で活動だったんですけれども、もうビルボード K-POP1 位になり、この歌は今 YouTube で1億以上見てもらい、今すごく人気を持っています。私もこの歌を聴いた後はずっと頭にこの歌が残されました。この歌のビデオがありますので、皆さんもぜひぜひ見てください。ジェニーはすごく可愛いフェイスなんです。でも声も歌もダンスもすごくパワーがあって、なんか反対的な魅力を感じられます。この歌はですね、恋人がいます。最初はすごく良かったんですが、時間が経つとどんどん相手に慣れてるし、あの瞬間はわがままになる時がありますよね。それで最初のあふれがなくなり、習慣的にデートしたりします。この歌はこの習慣について言います。それでジェニーはこんなことを我慢せずに、じゃあね、私たちの関係はここまでだよと言っています。恋人と別離は多分ひどい決定かもしれないんですけれども、とうとうにもういやという勇気がなんかかっこいいでした。では一緒に歌詞を読んでみましょう。천진난만は天真爛漫ですね。韓国語は普通子供によく使っています。子供は純粋で、自分の感じや行動をそのままに見せたり、嘘をつかないですよね。そうするのを천진난만하다と言います。청순가련は清純可憐です。これは女性のスタイルを言うときによく使います。例えばあの女がですね、痩せてるし髪も長いし、多分ストレートの方がもっといいですよね。それで白い服を着ていますね。そんな姿が男になんか、あの女を保護したいという感じをしてくれる、そんなイメージを청순가련と言います。세침한 척は세침하다プラス은척です。세침하다は済ましていることです。あんまり挨拶もしないし、なんか冷たい雰囲気があることを세침하다と言います。例えばですね、相手からお花とかプレゼントとかもらっても別にとか、いいとか悪いとかを表現しない、ちょっと冷たいことをせちんはだと言います。うんちょくはふりをすることを言う意味があります。それでせちんはんちょくはプレゼントとかをもらっても、自分の気持ちはすごくいいのに、もういいよ別にのように、あんまり表現は自分の心とは違って冷たい言葉をするのを言います。이젠 もう지쳐疲れた。나私。귀찮아は面倒くさいです。なんか本当に疲れている時とか、なんか面白くないことがあったら、何かもしたくない気持ちになりますよね。その時、귀찮아と言います。この部分の意味は、天真爛漫、清純可憐、済ましているふりをするのはもう疲れたよ。めんどくさいよ、です。매일 뭐 해 어디야밥은잘자매일매일뭐해何してるの어디야どこ밥은ご飯は韓国人は実際に相手に挨拶するとき밥은と聞くときがあります。この뭐해어디야パーブンはよく使える挨拶の表現です。
안녕こんにちはと言って、その後に何の言葉もしなくて黙っとしていると、ちょっといいことではないですよね。뭐해어디야밥은は友達やと恋人の中で相手と話すときよく使える言葉です。実際に何やってるか、ご飯を食べたのかが知りたくてはないんですが、軽くに相手に挨拶の言葉として使えます。オーディアは多分電話するときとかテキストを送るときなどに使えるでしょう。すごくよく使える言葉なので皆さんも覚えておくといいと思います。じゃあ一緒にもう一回読んでみましょう。뭐해어디야밥은잘자はおやすみです。자기여보자기여보자기여보は彼氏とか彼女を呼ぶときに使います。男も女も使いますね。자기は恋人の中で、여보は夫婦の中で使えます。보고싶어보고싶어보고싶어は会いたよです。다부질없어다부질없어다は全部。부질없어はつまらない。この部分は毎日何やってるの、どこ、ご飯は、お休み、あなた、会いたい、全部つまらないよ、です。이건、아무、감동없는、이건。これは、아무、どんな、감동없는、は、感動なしです。어떤설렘도、어떤、설렘도、어떤、どんな、ある、설렘。설레임はときめきです。なんかいいことを期待しているとき、설레임を感じますよね。例えば他の国へ旅行するとき、出発の空港とか飛行機でなんかその설레임を感じられます。とはまた、もうです。어떤의미도、어떤、의미도、어떤、どんな、何の、意味は意味です。この部分は、これはどんな感動もなし、ラブストーリーだよ、どんなときめきもどんな意味もないよ、です。でげん、みやなじまん、でげんはあなたには、みやなじまんはみやなだプラスじまんです。미안하다はごめんだ、すみませんの意味です。지만は何々でもです。오늘부터난난난오늘부터は今日から、난私は、빛나는 solo、 빛이나는、빛이나는は光、輝くの意味があります。この部分は、あなたにはごめんだけど今日から私は輝くソロだよの意味です。私はね、なんか意味がない時間だなと感じた時に、そんなに堂々に相手に別離をして一人の力で行くということがすごく感動的だったんでした。とにかく自分の人生が 大切なので、自分の時間も 大切でしょう。自分の時間を意味あるすごく過ごすように、自分自身で行くのはすごくいい決定だと思います。ではこの歌を聴きながら、뭐해어디야밥은の韓国の表現も覚えてください。今日もご視聴ありがとうございました。では次の時間に会いましょう。